皆さん聞こえますか？OK。私、MIT から来ました北村隆と申します。今日はよろしくお願いします。ちょうど2週間ぐらい前にボストンから日本に着きまして、まあボストンも結構日本食はあるんですけども、やっぱり日本の飯はうまい、酒も合うということで、もう18日間ずっと飲み会が続いております。でも飲み会のために日本に来たわけじゃなくて、ちゃんと学会にも行って発表もしたし、いくつかの大学に行って発表もしたし、でもその空いてる時間に、例えば実家の両親に会って僕の話をしたりとか、また、昔の友人、友人に会って飲み会をしてやりますが、皆さん飲み会の時にどんな話をしますか？大体が、今何やってんのといった、現状報告であったりとか、またなんか車買うのとか、そういうふうな将来の計画の話だったりとかもしますが、主に、大体が昔話というか、あの時のキャンプ楽しかったよねとか、あの時の飲み会楽しかった、また飲み会で申し訳ないんですけどもそういうふうに昔話エピソードをお互いシェアし合って話すととても楽しいと。で、僕の、この研究の興味はこのエピソード記憶が脳の神経回路の中でどのように保存されているのかということを、機械のような感じで、脳を理解したいと、思っております。今日はその話の、一端を、皆さんに、ご説明して、少しでも、僕の研究に興味を持っていただけたら嬉しいと思っております。飲み会をずっと言ってましたけども、例えばこのようなエピソード、我々の利根川ラボではだいたい年に1回ソフトボール大会があります。僕らの研究室はだいたい50人ぐらいのサイズなので、2つに割っても25対25で簡単に1研究室でソフトボール大会ができるんです。で、この時は3年ぐらい前の話で、もう すごい接戦で、もう21対22とかそういったレベルでバスケットのような感じになってたんですけども、このようなエピソードを、僕らの中にの脳の中に保存するためには、人物や場所はいつとか何といったそのような各要素を脳の中に保存する必要があります。またそれぞれの要素を連合する、神経回路も必要です。そしてこのことができて初めて一つの、エピソード A というものが皆さんの脳の中にこう符号化されていくわけです。しかしこのエピソードだけで皆さんの人生が終わるわけではありません。時間とともに次々とエピソード C、D、E、F、G とどんどん皆さんは日々エピソードを覚えていくわけです。そして覚えた後に皆さんはこのエピソードを区別できるんです。これが区別できなかったら5日前の飲み会と11日前の飲み会、これがほとんど区別できなくなります。でもみんなそれを区別できてるんです、自分の脳を使って。今日はこのそれぞれのエピソードを区別する神経回路を発見しましたので、できるだけ分かりやすく説明しようとは努めますが、皆さんも頑張ってついてきてください。お疲れのところ申し訳ないんですけども、これは人間の脳です。で、たくさんの神経細胞によってこの脳が構成されてますけども、特に青色で、カラーがついているところ、これ海馬、ヒポキャンパスと呼ばれております。またその近隣にある、コルテックス、大脳皮質、大脳嗅内皮質、この2つの領域に損傷があったりしますと、我々はエピソード記憶を形成することができません。この、海馬と大脳嗅内皮質にはたくさんの神経細胞が存在しています。そして存在しているだけではなくて、それぞれが密接に神経回路を作ってつながっているんです。特にこの回路では大脳嗅内皮質から海馬にしっかりとくっついて、情報が大脳嗅内皮質から海馬に流れていってます。もうちょっとその詳しく説明しますけれども、これ2つの神経細胞でできてまして、細胞 A が、情報を得て活性化しますと、その細胞 A は情報を送りまして、そしてその受け取った細胞 B はまた活動し、そして次の細胞にリレーしていく、これを興奮性の神経回路というふうに一般的に言われております。またもう一種類は抑制性の神経回路、これ細胞 C が特別なやつで、こいつが活性化して、そして次に信号を送るんですけども、信号を送ると細胞 D が静かになってしまう、このことを抑制性の神経回路というふうに言っております。
で、海馬と大脳嗅内皮質の神経回路は主にこちらの興奮性神経回路で成り立っていますが、このあと少しだけその少し後に、抑制性の神経回路についてもご説明するので、ぜひこのことを少しだけ覚えておいてください。でまたややこしい図が出てきたと思って戸惑う方もいるかもしれないんですけども、頑張ってください。これは、海馬と大脳嗅内皮質を輪切りに金太郎飴をこう切るような感じで切ったものです。でこちらにあるのが嗅内皮質で、皮質にはこの場合は2層と3層と5層というものがあって、そこにいっぱい神経細胞が並んでるんです。そしてこの横にあるのが海馬です。海馬は大きく分けて2つの細胞層があって、1つが視上界、1つが CA1、CA2、CA3 と CA エリアというふうになってます。で、見ていただければ分かるんですけども、2層の大脳嗅内皮質の2層は、軸索を、視上界の方にこう足を伸ばしてます。そして視上界と結合してます。で3層の方は、CA1 やに直接、軸索を伸ばして CA1 と回路を作ってます。で先に結論を言いますが、このような美しい神経回路のためにいろんな研究者が、ああこの回路美しい、俺も研究したいと思って、みんなが参画していろんなことを発見してきたんですけども、これ以上に新しい回路っていうのがこれまであまり見つかってこなかったんです。でも今回私は幸運にも新しく、抑制性の神経回路をこの、漫画の中で発見いたしました。なのでこの発見した経緯を皆さんと一緒に、シェアして、どのようにこいつが見つけてきたのかっていうのを、ご説明します。また、この新しく発見した神経回路がなんとこのエピソード A、B、C、D、E とどんどん分けていく、その、エピソードに区切りをつけるのにとっても重要な神経回路だったってこともついでに分かってきましたので、こちらの方も簡潔に、ご説明します。それでは発見の経緯です、また漫画に戻ります、私はちょっとすいません、また僕はお話が好きで勝手に喋っちゃうんですけども、2011年の4月から、MIT の利根川進研究室に、参加したんですけども、その半年ぐらい前から、利根川先生と連絡を取ってどんな研究をしようかというふうに言ってました。で何回もこのメールをやって、こんな研究がいいんじゃないかってところで、それをやろうと、4月に着いたら一番にやってやろうと思ってて、行ったら先生が、たかしって、これはあんまりクールじゃない研究だから違うことをしようと。でじゃあ俺は何をしたいんですかって言ったら、利根川先生が、多くの研究はやる必要のないことが多いから、重要なことをしっかり狙ってやっていこうと。それで3ヶ月4ヶ月利根川先生と2人でディスカッションして、何の研究がいいのかっていうのを昔の文献や最先端の研究者らとディスカッションして、長い時間でしたけどもなんとか一ついいアイデアを見つけました。この漫画なんですけども、もう教科書にも載ってる、もうみんなが信じてるやつです。でもこの漫画を作ったきっかけとなったデータ、例えばこの2層の細胞、これが視上界に行ってるというふうに言ってます。これは何のデータに依存したものなのか。実は2層の細胞って20万個ぐらいあるんですよ。だけど6個の細胞を解析して、6個中6個、視上界に軸索を伸ばしていたということで、この漫画ができたんです。つまりもしかしたらそうじゃない人もいるかもしれない、そういうふうに思いまして、簡単な実験をしました。逆光性のトレーサー標識法なんですけども、少し簡単に説明してます。この海馬視上界に逆光性のトレーサー CTB っていう溶液を入れますと、海馬視上界に軸索を伸ばして神経回路を作っている神経細胞を標識することができます。この場合だと赤く標識できるんですね。で、標識されてない細胞は視上界に軸索を伸ばしていないということを使えば、簡単にこの2層の細胞の全部がいってんのか、
もしくはでやってみました。で実際に、ガラスガラスニードルで糸状塊にこの溶液を入れました。で見てみました。これが、2層の細胞と3層の細胞がこう核染色で染まってます。で今から CTB の染色を出します。はい、主に2層のところに CTB の陽子性細胞がいると思います。ああ教科書は合ってた、よかった。よく見てください。なんか変じゃないですか。実はこれここになんか穴みたいなのがあると思いませんか。気づきましたか。これ僕がね引っかいたんじゃないんですよ。なんでかって言ったら、そっちの核染色見ていただくと、そのサークルの中にちゃんと細胞がいるんですよ。だからこれは人工的に作られた穴じゃないんですよ。僕がこうやってガチッて穴開けたわけじゃない。で、あこれは面白いと。この2層の細胞の中に他の種類の細胞がいて、しかもそれは団子になってる感じがすると。なんかの機能単位かもしれない。それで今ではインターネットでいろんな情報が手に入りますので、どんな細胞がここにいるのかっていうのを網羅的に見ました。そうしましたところ、この WFF1 っていう分子マーカーを出している細胞たちが団子になってたんですね。これが拡大図です。これが CTB 陽性細胞で、黒々と穴が見えると思います。これが WFF3 陽性細胞、2つの細胞種がいたんですね。驚きでした。この構造上の特徴から、我々はこの団子になっているやつをアイランドセルと名付けて、島が海の上に浮いているということで、糸状塊に軸索を出しているやつをオーシャンセルというふうに名付けました。ああこれは面白いと。でいろんな文系をちょっと見てみました。これはマウスの脳で、普通の細胞染色をしても、僕らは誰がアイランドで誰がオーシャンか区別することはできません。しかし、これはお猿さんですね。お猿さんの嗅内皮質を見てみますと、なんかアイランド用の形が見えるなと。人に行くともっとはっきりと核染色だけで見えてきます。つまりマウス、ラット、マンキーでヒューマンなど、こういうふうにどん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 進化を続けていくと、アイランド用の構造がどんどんはっきりしていくので、もしかしたらこれは人間らしさというか、人間の工事機能の理解にこのアイランド研究は貢献できるんじゃないのか。そういうふうに僕が先生に言ったら、うん、たかしこれは何かあるかもしれないなってところで、研究ゴーサインが出て、ほっとしました。またこのアイランド用構造っていうのは、アルツハイマー病の患者様の死後脳では確認しづらいと、あんまり見られない。これは表層の解析なんですけども、健常者では表層がデコボコになっている。これはアイランドの構造から来ているデコボコなんですけども、アルツハイマー用の患者様の脳では、つるっとしている。また年齢に伴ってどん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 アイランド細胞の、サイズが小さくなっていっているというふうな話もありますので、アイランドセルの研究をすると、認知症の理解にもつながるかもしれないと思いました。もともと僕はそのように、貢献したかったので、とてもいいと。でも僕は分子生物学者だし、こういった小動物を使って人間とかの研究はできない。だけど僕でもできることがあるんじゃないのかと思いました。それでここで出します、マウスでできるアイランド研究、考えると結構あるんですね。例えばアイランドセルが糸状塊にアクソン出していないと、でもじゃあどこに行ってるんですかと。また記憶学習にこのアイランドセル、オーシャンセルがどのように貢献しているのか、違いはあるのかないのか、またどんな細胞がつながっているのか、そして一番重要なのが、なんで団子になってるんだろうと。何かの機能単位としてなってるから団子なんだろうと思うんだけど、わからない。だからこういったことはでもマウスでできるからやってやろうと。で研究の、重要なところは、まずアイランドセルを、特異的に標識するところから始まります。蛍光タンパク質をアイランドセルだけにうまく、発現させまして、
このようないい、実験系を作りました。皆さん見ていただくように蛍光標識されたアイランド細胞が2層のところにいることがよくわかります。標識できたら何がいいのか、我々は軸索をこう標識することもできるんです。だからアイランドセルが誰と神経回路を作っているのか、それもわかるんです。これは海馬です。海馬、四条海 CA3CA2CA1 です。で、緑色が、アイランドセルの軸索になります。こんなところにあったんですね。シューッと細い、なんかよくわからないなっていう風なのが出てきて、あ、アイランドセルは海馬の CA1 エリアに行ってるんだと。で、あ、こんな文献あったっけと思って、いろんな文献を、昔のやつを探しましたけど、なかなかないんですね。全然なくて、それで喜んでたんです。これは新しい発見だと。だけど最後の最後、この人が実は一言言ってたんですね。ラモニカハール先生、100年前にこの顕微鏡ですでにこの、アイランドセルのアクソンを確認してたんです。もちろんラモニ先生はこれがアイランドから来てるかどうかなんてことは知らなかったんですけども、彼が言ってるのはこの領域っていうのはすごく色が違うと、メーリン化が進んでいるので色が違うと。だからこれを SL レイヤー、 SL 層というふうに名付けたと。そしてその下にある SM、 その下にあるところはミエリン化が進んでなくて色が薄いので SM にしようと。で、分けてたんですね。でもラモニカ・ハール先生がいなくなった後から研究者たちはこれ区別するの意味なくねってことで SLM っていうふうになったんです。でも今アイランドセルは SL に軸索を出しているってことが分かりましたので、ここからもう一回分けると。まあこのようなことは残念でもあり、でも残念でもありっていうのは自分が発見したってわけじゃないから残念でもありなんですけども、もう一つ いいふうに考えれば、100年前のラモニカ・ハール先生からある種のバトンを受け取ったというふうになって、それはそれで誇らしいかもしれないと。で、 SL 層っていうのが何なんだろうっていうふうに思いました。それでまたもうウェブはフリーなんでまた検索しまくりました。そうすると SL 層に抑制性の、さっき出てきました抑制性の神経細胞が並んでるんですね。あら、これはと思って、アイランドセルの軸索が赤に染まってます。そして緑になってるのが抑制性の神経細胞です。このように一致するんですね、場所が。つまりアイランドセルは抑制性の神経細胞と抑制性の神経回路を作ってたんです。逆に一方で、そのさっきちょっと前に出てきたんで忘れてるかもしれないですけど、大脳嗅内皮質の3層にいる細胞、これも CA1 に行ってたと言ったんですけども、それは SM レイヤーに行ってたんですよ。つまり層が違うんですね。ラミナストラクチャーが違うんです。これで新しい漫画を作り変えました。レイヤー、3層の細胞は SM に行って CA1 の細胞と興奮性の神経回路を作ってる。一方でアイランドは、SL に行って抑制性の神経細胞とつながって抑制性の神経回路を作っている。つまりアクセルとブレーキ、この役割を2つがしてたんです。で、我々がもっといろ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 研究して到達した、神経回路がこれです。3層の細胞は CA1 の細胞に情報を送りたい。でもアイランドがいつも活性化していると酸素、抑制性の神経細胞がついでに活性化されて、酸素の細胞の情報が CA1 の細胞体に届かない。つまりこの駐車場のゲートのような役割をしている。一方アイランドが静かだった場合はゲートが開きっぱなしになって酸素の情報がどうもっていってこう入っていけるということが分かってきたんです。こんな綺麗な神経回路があるんだと。じゃあこのようなこのゲートの役割をしている神経回路は記憶学習にどのように役立つんだろうかと思いました。それでここからまたいろんなこう関係があって分かってきたんですけども、まあこの一つの学習系について簡単にご説明します。これは東京駅ですけども、すごいみんないっぱい並んでて大変だと。
でもとりあえず皆さんは、外国人の方と思って何もルールしない状態でこの駅に待っててください。だから何もルール知らない。で急に音がピーッとなんか鳴ると、で音が鳴り終わって20秒経つと電車が来ると、これを何回か繰り返すと、あ、音が鳴ったらこれ電車が来るんだ、皆さんこれ分かりますよね。これをテンポラルアソシエーション学習と言いまして、エピソード記憶にとっても重要なシステムです。で音が鳴って時間的にギャップがあって電車が来る、この時間的ギャップをどのようにブリッジするのか、これが疑問なんですけども、実はこれすでに利根川研究室で分かってまして、さっき出てきました3層の細胞の活動がこのブリッジに重要だってことが分かったんですよ。で皆さんさっきのゲートのメカニズムを思い出してください。酸素の細胞が CA1 に到達できたならばテンポラルアソシエーションが成立する。でもその時にアイランドセルが活性化してたらゲートが閉まったままなのでテンポラル学習ができないかもしれない。それでネズミを使って実験してみました。ネズミの、実験系は簡単で、でも電車は使えません。ネズミは電車待たないんで、その代わりちょっとかわいそうなんですけど、足元に軽い電気ショックを与えてちょっと怖がらせると申し訳ないんですけども、音を20秒ピーッと鳴らします。そして時間的に20秒開けて、そして電気ショックを入れる、これを3トライアルします。でこの間中にアイランド細胞を強制的に活動させたり活性化させたり、もしくは神経活動を抑制する、そしてどうなるのか。まずはアイランド細胞を強制的に活動させてゲートのシステムを強めました。でここに載ってるグラフはもうすでにテストの時なんですけども、マウスっていうのは恐怖を感じるとすくみ反応といって動かなくなってこんな感じになります。その動かなくなる程度を記憶の指標としてスコアとして、どれぐらいアソシエート、どれぐらい連合したのか、どれぐらい連合してないのかということを調べました。そうしましたところ、まず、普通のネズミでは何もアイランドをトリートメントしてないやつではすくみ反応が、音が鳴ったら怖がる、で音が収まったら静か、すくみが少なくなる、音が鳴ったら高くなる、こんな感じでこれぐらいフリーズしてると、これぐらいすくみ反応を示している。しかしアイランド細胞を強制的に活動させた場合だとこのすくみ反応が劇的に低下してたんです。つまりゲイティングが強くなると2つの出来事を連合しなくなる。逆に、この場合は20秒の音と1分のギャップを与えて電気ショック、この場合だと普通のマウスはあんまりすくみ反応を示しません。このマウスは、このマウスらは、あ、これはちょっと時間的に長いし連合しなくていいやと、そんな状況です。しかしこの時にアイランド細胞を活動を抑えておくとすくみ反応を示してしまったんですね。つまり連合してしまった。この実験だから、我々は結論をつけました。2つの出来事を1つのエピソードとして理解するためには3層の細胞が重要だし、2つの出来事を異なる別々のものとして理解するためにはアイランド細胞が必要だと、この3層とアイランドのこの絶妙なバランスで僕らはたくさんのエピソードを ABCDE ということを正確に覚えることができていくと、病気の方やなんかこうでどんどんアイランドが変わっていくとこのバランスがきっと崩れてエピソードに混乱が出たりとかしているのかもしれない。今回はこのテンポラルアソシエーション学習についてお話をしましたけれども、まだまだアイランドセルに対する疑問というのは山のようにあります。今後も力を尽くしてこの研究分野にエネルギーを注いでいきたいと思います。最後になりましたが、来年の、春頃より私やっと自分の研究室を主催することが、実現できましたので自立して頑張っていきたいと思います。テキサス大学のダラスでやります。はい、ご清聴ありがとうございました。